宇賀弁裁天座像、高岩尾地蔵宇賀人は、日本で中世以降信仰された神である。財をもたらす福神として信仰された。神明の宇賀は、日本神話に登場する宇賀の御霊神に由来するものと、一般的には考えられているに由来するという説も、ある。その姿は、人頭写真で、二名曲を巻く形で表され、頭部も、おじや女性であったりと、 諸説あり一様ではない。もともとは他の三霊神などと同様に、国霊人、福徳神として民間で信仰されていた神ではないかと推測されているが、両者には名前以外の共通性は乏しく、その羊は不明である。また、蛇神、竜神の化身とされることもあった。この蛇神は、比叡山、延暦寺の教学に取り入れられ、 仏教の神である弁彩天と集合をあるいは合体したとされ、この合一神は、うが弁彩天とも呼ばれる。畜武島、法岩尾寺に座する弁天像のように、うが人はしばしば弁彩天の頭頂部に小さく乗る。その際、鳥居が添えられることも多い。羊が不明で、経典では、国霊神としての性格が見られないことなどから、うが人は、弁彩天との神仏集合の中で造作され、 安室された神、との説もある。鎌倉市の宇賀福神社では、宇賀神をそのまま神道の神として祀っている。北陸や飛騨高山では、在家で宇賀神をお祭りするところがある。石川県金沢市の永安寺では、毎年9月23日に大祭を催している。宇賀神という生死が、日本中に存在する。宇賀神を乗せた、微在天座像。 13世紀15世紀の関門日記に、宇都ぎがを家に安置したおかげで冬になった家があったが、昼寝している妻に、蛇が乗っているのを見た男が、立ちを抜いて、蛇を追い払ったところ、元の貧乏に戻ってしまったという記述がある。16世紀の時点、人天愛能症巻第4、宇賀神事には、宇賀人は、異兵殺村から生まれた稲作をはじめ五告や、 樹木の生育を司る、捕食人と、おとつうであるため副人となったとあり、8世紀の、丹後国風土器の豊桶比めの羽衣伝説と、同様の、水浴びをしていた天女の一人が老夫婦に衣を、隠され、天に帰れなくなり、万病に効く酒を作って、老夫婦に財をもたらしたが、沖縄に追い出され、たどり着いた、丹後の名具村でうがめ神として祀られたという伝承が、紹介され、 馬のおおり命が富をもたらしたことから福徳神とみなされ、さらに蛇に変態すると記されている。天の定サダによる18世紀初頭の随筆集、塩尻の巻49には神社に祀られている。宇賀人像は、老人の顔をした頭部を持つ蛇が皮図を押さえる、形をしていて、水を張った器に入れられており、天の真内の水などという文を唱えて像に水をかけるとあり、 ア田タ神宮の状況の修理の際にその像が出てきたと記されている。定影は、ウかやは、ボンで、白蛇のことだが、密教では、人こべベジではなくただ蛇の像をウ賀神としている。人こべベジは、ア田神宮だけでなく、山城国の稲荷神社にもあり、蛇首人身の像もある、なども述べている。西寄良介。 天武の仏像辞典東京美術1983年、山本博子、一新平凡社、1998年、ABC 弁祭典の性格と、その変容祝人の観点から山田裕二、日本史学収録、17、8から26。ありがとうございます。